今日も忙しくなりそうですね。そうだね。私割と手空きそうだから何かあったら言ってよ。本当ですか、助かります。井出君のとこ9時の点滴あったっけ？確か真木さんと清田さんの点滴がありましたね。じゃあ私作っとくからまた確認しといて。ありがとうございます、助かります。よいしょ。大津さん、おはようございます。いや、おはよう。今日も結構忙しそうですね。そうだね。ま、みんなで協力し合えばなんとかなるでしょう。ですね。僕も手空いたら手伝うんで、何でも声かけてください。サンキュー。井出くん、おはよう。あ、おはようございます。今日井出くん休みだったよね。スッサクの代わりに出勤してくれたんだよね。はい、そうです。ありがとうね、休みなのにごめんね。あ、いえいえ、全然大丈夫です。むしろ最近仕事が楽しいぐらいなんで。井出くん珍しいね、そういうこと言うの。まあ、仕事は楽しいぐらいがちょうどいいよね。はい。まあ、今日もよろしく。よろしくお願いします。そう、最近仕事が楽しい。嘘ではない。仕事が楽しいのだ。しかもここ最近は病棟の雰囲気も良く、みんな協力し合って仕事をこなしている。あのおつぼねでさえだ。ありえないって？確かに僕もこんな気持ちになると思っていなかった。どれもこれもあの先生のおかげだ。井出さん、おはようございます。あ、俊平先生、おはようございます。宮松さんって何号室でしたっけ？宮松さん6号室になりますね。あ、ありがとうございます。最近仕事が楽しいと思えているのは俊平先生がいるからだ。なんと言っても優しい。看護師に対しても積極的にコミュニケーションを取ってくれるし、挨拶もしてくれる。今までこんな先生いなかったから、優しい先生というのは伝説上の生き物かと思っていたけど、本当に存在していた。俊平先生が来てからというもの、看護師も穏やかになり、病棟全体がいい雰囲気だ。ああ、ありがとう俊平先生。高藤さん、失礼いたします。おはようございます。おはようございます。体調はいかがでしょうか？そうですね、最近あまり良くないですね。そうですか。傷は痛みますか？はい、どうも歩いたりすると痛くて、それでなかなか歩くのが億劫になってしまいます。なるほど。ちょっと傷見させてもらっていいですか？はい。ちょっと赤くなってますね。熱感もあるか。どうでしょうか、悪くなっていますか？少し赤みがあるので先生に見てもらいましょうか。そうですか、お願いします。じゃあちょっと先生呼んできますね。高藤さん、失礼します。おー、俊平先生、ちょうどいいところに。あ、どうされました？高藤さんの傷、ちょっと発石があるんで少し見てもらってもいいですか？あ、確かに今朝の採血データ炎症が上がってたしね。ちょっと傷見ますね。あ、本当だね。装部洗浄するから物品持ってきてもらっていい？わかりました、お願いします。高藤さん、お疲れ様でした。傷の方をきれいにしましたので少し経過見てみましょう。また痛みとか出てきたら教えてくださいね。あ、先生ありがとうございます。じゃあ俊平先生、あと片付けておきますね。ありがとうございます、お願いします。あ、いや、それにしても俊平先生はいい先生ですね。高藤さんもわかりますか、すごく物腰も柔らかくていい先生なんですよ。今まで先生が病室に来ることなんてあんまりなかったから、そういうものだと思ってましたけど、俊平先生は毎日来てくれるから、いろいろ相談できて助かってますよ。それは良かったです。僕ら看護師も俊平先生がいて、とても仕事がしやすくなったんですよ。おお、それはいいことですね。ではまた来ますので、何かあったら呼んでくださいね。はい、失礼します。俊平先生、処置ありがとうございました。ああ、全然全然、教えてくれてありがとね。先生がタイミングよく来てくれたんで助かりました。いや、こちらこそ。井出くんはいつも声かけてくれるから助かってるよ。そんな、僕は何もしてないですよ。いや、本当に井出さんがこの病棟に行ってくれて本当に良かったよ。俊平先生、もしもし。はい、すぐ行きます。
俊平先生、今いいですか。大坪さん、どうしました。仙道さんの夕食後からの内服が切れてるので、また入れておいてもらっていいですか。あ、わかりました。急ぎじゃないので、落ち着いた時にお願いします。はい。大坪さん、魚住さんの内服、入れておきました。俊平先生、じゃあ、お願いしますね。井出くん、今いい？あ、どうしました？これから清潔ケアもあるんだけど、魚住さん、体格大きいから手借りたくて。あ、そうなんですね。これから検査出しなんで、それ終わったら手伝えると思います。ほんと？じゃあそれ終わったら手伝ってもらっていい？わかりました。それまでは一人で回れると思うから。はい、よろしく。よし、じゃあ急いで清潔ケア終わらせちゃうか。福田さん、失礼します。お体きれいにさせていただきますね。めっちゃ出てる。これシーツまで行っちゃってるかな。福田さん、失礼します。あ、ごめん、正式中だった。あ、はい。あ、お通じめっちゃ出てるね。いや、福田さんずっとお通じなかったから下剤追加したんだよ。出てくれてよかったわ。そうですね、よかったです。それにしてもすっごい量だね。いや、これシーツまで行っちゃってるじゃん。僕も手伝おうか。え、いや、そんな先生に手伝ってもらうなんて申し訳ないですよ。いやいやいや、いつもゆずきさんにはいろいろと手伝ってもらってるから、これぐらい全然大丈夫だよ。それに一人でやるより二人でやった方が早く終わるでしょう。俊平先生。俊平先生、結局全員手伝ってもらっちゃってありがとうございます。いいのいいの、正式って意外と力いるし疲れるんだね。看護師さんは毎日こういうのやってくれてるって考えると、もっと感謝しないといけないな。そんな、私たちも先生にいつも感謝してますよ。いや、お互いもっと協力し合わないといけないってことだね。じゃあ僕医局行ってくるから、また何かあったら連絡して。ありがとうございます。うん、水木さん、お待たせしました。正式どんな感じですか。ちょうど今終わったとこ。え、もう終わったんですか。え、大泉さんも一人で大丈夫でした。それが、俊平先生が手伝ってくれたんだよね。え、俊平先生が。本当、あの先生、医者とは思えないくらい腰低いし、頼りになるんだよね。本当ですね、さすが俊平先生だ。みんな仕事どんな感じ。一通り午前の仕事は終わってます。私も終わってる。おお、いい感じですね。大坪さんはどうですか。俺もなんとか落ち着いたわ。もう順調ですね。それじゃあ皆さん休憩行っちゃってください。はい、はい、はい。いや、今日も忙しいですけど、なんか順調ですよね。本当だね、最近みんな協力し合って仕事できてるし、病棟の雰囲気もいいよね。確かに最近は仕事しやすいよな。今までは俺ばっかり仕事してたけど、最近は下の奴らもちゃんと動けるようになってきたしな。大坪さんの指導がいいんじゃないですか。それは間違いないな。あと、俊平先生の存在も大きいですよね。今日なんて一緒に正式入ってくれましたからね。マジで、そんな先生いるの。いや、本当に先生なのか疑うレベルですよね。正式入ってくれた医者なんて今までいなかったんじゃないですか。史上初ですよ、これは。快挙ですよ、快挙。本当、俊平先生好きだわ。僕もです。俺も。失礼します。おー、俊平先生。休憩中すいません、大丈夫ですか。あ、全然大丈夫ですよ。それ何ですか。この前、学会行ってきた時のお土産なんですけど、ゴディバのチョコレート、嫌いじゃないですかね。大好きです。ただ人数がちょっとよく分からなかったんですけど、一応300個買ってきました。300個？足りますか。もちろん足りますよ。むしろ1年分ぐらいあると思います。看護師さんたちいつも疲れてるし大変でしょうから、糖分取らないといけないから。ただ取りすぎには注意してくださいね。じゃあお願いします。すいません、失礼します。俊平先生、なんだか急に忙しくなっちゃったな。はい、安部病棟です。はい、検査わかりました。
井出くん、相手さん検査に呼ばれたんだけど、いける？あ、今からオペ出しないといけないですよ。すいません。井出さん、検査出しいけないか。ごめん、今から処置入るから厳しい。わかりました。大坪さんは記録変えてるし、難しそうだな。しょうがない、俺が行くか。大坪さん、検査出し行ってくるんで少し離れます。今度は何？え？津田さん、ここは僕に任せて。はい、夏目病棟です。はい、はい、わかりました。失礼します。俊平先生、すみません、電話取っていただいちゃって。忙しい時は協力し合うでしょ。俊平先生、ここは僕が対応しておくから、津田さんは検査をしてきちゃって。はい。大坪さん、30分後に緊急入院来るんだけど、取れる？わかりました、取ります。じゃあ僕、部屋の準備と点滴の指示入ったら点滴作っておくから、それまでに記録済ましちゃって。はい。あ、俊平先生。ん？何？点滴の指示を入れるのは俊平先生の仕事ですよ。ああ、そうだった、ごめんごめん。すぐ入れる。なんとか定時前に終わったね。俊平先生がいろいろ手伝ってくれたおかげですよ。いや、ほんと俊平先生がいてくれて助かりましたよ。で、よく考えたら先生に看護師の仕事まで押し付けちゃってすみません。先生も忙しいのに。いいの、いつも看護師さんたちには助けてもらってるんだから。僕ができることなんて大したことないけど、でもできる限りのことは手伝いたいんだよね。俊平先生、よし、じゃあ今日はみんなでご飯でも食べ行こっか。みんなもちろん来れるよね。はい。じゃあ行こう。一生ついていきます。夢か。やば、もうこんな時間、早く仕事行かなきゃ。あ、俊平先生、おはようございます。ちょっと邪魔。あ、ちょ、そこの看護師、今から田中さんの処置行くから物品用意しといて。現実はそう甘くないか。